戦車の撃破を目的として、軍用車両に対戦車兵器を搭載したものであり、多くは自走対戦車砲、または自走式対戦車ミサイルである。なお、対戦車車両と似た言葉に、駆逐戦車と戦車駆逐車がある。この両者はしばしば対戦車車両と混同され、同義語として扱われる場合もあるが、厳密には駆逐戦車は戦車に近い存在であり、 一般的な対戦車車両とは異なる性質を持つ。戦車区車は前述の特定の語に対する訳語、より抗義の存在であるアメリカ合衆国の GMC、戦車区大隊を参照の訳語などとして用いられる。対戦車車両の走行は、いずれもほぼ皆無か、あっても極めて限定的なものとなっている。これは、コストや重量の点で戦車と差別化し、 異なるニッチを獲得するためのものである。元来、最も有力な対戦車車両とされているのは戦車、そのものである。戦車は、堅牢な走行によって、敵の戦車砲を含めてほとんどあらゆる攻撃手段に交換でき、強力な火砲によって、敵のあらゆる走行戦闘車両に対して損害を与えることができ、無限軌道を備えた走行装置によって、 極めて優れた戦術機動力を発揮することができる。しかし一方で戦車は高価であるため大量配備は困難であり、また大重量のため空挺部隊などに配備するのは不可能である。このことからより軽量であるために戦略機動力に優れ、より廉価であるために手軽に調達できる兵器システムとして用いられるのが対戦車車両である。対戦車車両は 通常、戦車連隊ではなく、通常の不評連隊や、あるいは、専門の対戦車隊に配備される。対戦車車両は、対戦車砲を主武装にしたものと、対戦車ミサイルを主武装にしたものに対別できる。第二次世界大戦頃までは、前車が主流であったが、冷戦期以降は、後車が主流となっている。砲を装備する時代の対戦車車両は、 砲撃時の反動を抑える目的などから大半が、早期式車両であった。対戦車ミサイルを装備する現代の対戦車車両には、装輪式車両も多く見られる。ミサイルは砲より、反動、重量が少ないため、装輪式でも問題がないからである。対戦車車両の大半は、薄い装甲しか持たず、敵戦車の砲撃に耐えるのは困難である。この理由としては、 などがある。このため、対戦車車両は防御力が貧弱であるので、敵戦車と正面から撃ち合うような戦いは行わず、もっぱら防衛戦闘や待ち伏せ攻撃に投入される。詳細は、駆逐戦車を参照駆逐戦車とは一言で表すと、戦車を駆逐するための戦車である。主に第二次世界大戦時のドイツ陸軍が数多く運用した。 当初ドイツ陸軍が運用していた対戦車自走砲は装甲が薄いため防御力が低く車高の高さから敵に発見されやすく損耗率が高かったそのため前高の低い固定式戦闘室に厚い装甲を施した対戦車自走砲が作られるようになったこれらの車両は高い防御力を有するため自走砲というより 旋回砲塔を持たない戦車に近い存在であるため、戦車駆逐車ではなく、駆逐戦車と呼ばれるようになった。実際に、縫合駆逐戦車の一部のタイプなどは、戦車に分類され、戦車大隊に配属されていた。ただし、構造が駆逐戦車に似ていれば、駆逐戦車と訳される場合もある。アメリカ陸軍が運用した対戦車自走砲の M10、M18 などは、 軽装甲で、旋回砲程式の対戦車自走砲であり、正式には、ガンモーターキャリッジに分類されていた。この種の車両の訳語としては、タンクデストロイヤーに由来する、戦車駆逐車が当てられるが、t 2 8八0戦車のように構造上駆逐戦車と同一であれば、駆逐戦車と訳される場合もある。第二次世界大戦で登場した、対戦車車両は、 既存の戦車のものを流用した車台に対戦車砲を固定装備した車両が多いアメリカ合衆国 m 36ジャクソン m 3ハーフトラックに75ミリメートル砲を装備した対戦車自走砲本格的な対戦車自走砲が配備されるまでのつなぎとして活躍した wc-55 型4輪トラックに37ミリメートル砲を 装備した簡易的な対戦車自走砲。戦闘力は貧弱で、ほとんど活躍できなかった。M4 中戦車の車台に、開放式砲塔と 76mm 砲を装備した対戦車自走砲。閉鎖式砲塔に 76mm 砲を装備した対戦車自走砲。最高速度時速 80km に達する、大戦中最速の走行戦闘車両であった。 M4 中戦車の車台に開放式砲塔と 90mm 砲を装備した対戦車自走砲。ドイツ国奥は量産型のマルダー2。手前は現地改造型の 5cm パック38アウフ FGST パンツァー 2I 号戦車の車台に 47mm 砲を装備した対戦車自走砲。3号戦車、4号戦車の車台にパック438.8 装甲は薄かったが、強力な手法と高精度の照準機により、遠距離先制攻撃能力は高かった。旧式化した装甲車、軽戦車などの車台に7.5センチメートル砲、またはソ連軍から露角した76.2ミ、mm、リメートル砲を装備した対戦車自走砲シリーズ。突撃砲はもともと、不評を近接支援する装甲自走砲とのコンセプトで、 敵から視認されにくい低いシルエットで統治下など、敵の防御拠点に近づいて、直接照準射撃で撃破するため、スリー号戦車の車台を流用し、単方針7.5センチメートル砲を搭載して、設計製造された。しかし、東部戦線など、対戦中期から、不評の最大の脅威が、敵の戦車に代わり、鉄鋼弾や、成形作薬弾を用いて、 対戦車戦闘に使われることが多くなり、スリー号突撃砲開花対抗は長方針 7.5cm 砲を搭載し、対戦車車両として運用された。その後、主な生産工場が空爆を受け、一時、スリー号突撃砲の生産が困難になったため、1943年末に砲向戦車の車台に、スリー号突撃砲 G 型の上部構造を取り付けた。 砲合突撃砲が開発された。砲合戦車の車台にパック3 9 7 5トル砲を装備した駆逐戦車。後にさらに強力な70口径のパック4 2 7 5トル砲を装備したタイプは砲合戦車70と呼ばれ、駆逐戦車としてだけではなく火力支援戦車としても運用された。 38系戦車の発展型の足回りを流用し、新設計の車台にパック3 9を装備した駆逐戦車。戦闘力の割に、廉価で生産性が高かった。ポルシェティガー駐戦車の車台にパック4 3を装備した駆逐戦車。パンター駐戦車の車台にパック4 3を装備した駆逐戦車。 ティーガー2重戦車の車台2パック4412.8センチメートル砲を装備し250ミリメートルの全面走行を備えた史上最大の駆逐戦車。強力な攻撃力、防御力を有するが大重量により機動力は劣悪であった。ソビエト連邦 SU-85 キロボルト、イズ戦車のシャーシに固定戦闘室を設け、 ML-20152mm 榴弾砲を装備した。クルスクの戦いにおいて、ドイツ軍の新型戦車パンターを撃破する、と、後に野獣ハンターを意味する、ズビラボーイと呼ばれた。1943年をはじめに投入された T-I に対抗するため、T-34 戦車をベースに 85mm 対戦車砲、D-5S を搭載した。 自走砲として SU-85 が開発された。SU-85 の武装を強化するため 100mm 対戦車砲 DE-10S を搭載し、装甲なども変更されたのが SU-100。キロボルトのシャーシに代わってイズ -2000 社のシャーシを利用したのが ISU-152 で、 152mm 榴弾砲の生産不足から代わりに 122mm 野砲を搭載したものが ISU-122。後に i s 2と同じ 122mm 戦車砲を搭載した ISU-122S も作られた。イギリスアーチャー AEC、またドールトラックの車台に6ポンド砲を装備した対戦車自走砲。 同じトラックに紛れて配備され、輸送部隊防護に大活躍した。バレンタイン風評戦車の車体27ポンド砲を装備した対戦車自走砲。砲を後ろ向きに装備したため、砲撃時は操縦手の対比が必要であったが、敵撃破後速やかに、戦線離脱するのには最適な構造であった。大日本帝国三式砲戦車砲に397、式中戦車の車体に、 旧式となった1 5 0ト、mm、ル榴弾砲を搭載した対戦車自走砲。連合国軍の主力戦車である M4 中戦車に対する殺急の対抗手段として開発された。97式中戦車の車体に7 5ト、mm、ル野砲を装備した対戦車自走砲。97式中戦車の車体上に3式砲戦車と同じ7 5ト、mm、ル野砲を搭載した。 自走砲。もともとは対戦車自走砲ではなかったが、急速に発展してゆく、連合国軍戦車に対処するため、対戦車兵器に転用された。97式中戦車の車体を利用した自走砲。1 0 5ト、mm、ル榴弾砲を搭載した。当初は対戦車戦闘に使用する計画はなかったが、連合国軍戦車に対抗するため対戦車。 自走砲として用いることになっていた。第二次世界大戦後しばらくは、対戦時と同様の対戦車自走砲も作られた。やがて、対戦車ミサイルの発達により、ミサイルに代替されていった。また、技術進歩により、対戦車ミサイルの小型化、軽量化が進むと、戦車駆逐任務専用の対戦車ミサイル車両を、作らなくても、汎用戦闘車両に追加装備的に、 対戦車ミサイルを装備できるようになった。このため、冷戦後期頃からは、不評戦闘車などに対戦車ミサイルを装備して対戦車攻撃力を持たせたり、蛍光型対戦車ミサイルを不評部隊に大量配備することで、専用の対戦車車両自体を不要にする例も増えている。近年では、送輪式車両の発達により、 戦車に匹敵する手法を装備した送輪装甲車が登場するようになった。これらも戦車を撃破可能な攻撃力を有するので、戦車駆逐任務にも対応可能であり、かつての対戦車自走法的な役割を担っている。アメリカ合衆国 M50 オントス M56 スコーピオンストライカー機動砲発射速度を高めるため、リメートル無反動砲を六門装備した。 対戦車自走砲。ベトナム戦争で台風標戦闘などで活躍した。空艇可能な対戦車自走砲として開発された。軽量化のため9 0ト、mm、ル砲は車体上にむき出しで装備されている。M151 トラックに1 0 6ト、mm、ル無反動砲、または BGM-71 と対戦車ミサイルを装備した戦車駆逐車。 M113 走行兵員輸送車の車台に、と対戦車ミサイルを装備した、対戦車ミサイル車両。ITV は、インプルーブドトビヒクルの略称である。M2 ブラッドレイ不評戦闘車や、ハンビーの車台などに、ルゼット対戦車ミサイルを装備した、対戦車ミサイル車両。1990年代から開発が行われていたが、後に計画中止。 ラブ -25 走行車に、と対戦車ミサイルを装備した対戦車ミサイル車両。ストライカー走行車に 105mm 砲を装備した軌道砲。ストライカー走行車に、と対戦車ミサイルを装備した対戦車ミサイル車両。ソビエト連邦 BR、BRDM-2 追戦車車両型 IT-1 ミサイル戦車送輪走行車 b r d m 1に、 3M6 指名利対戦車ミサイルを装備した対戦車ミサイル車両。BRDM-1 に QM17 ファラーンが対戦車ミサイルを装備。BRDM-1、または BRDM-2 に QM14 ューとか対戦車ミサイルを装備。BRDM-2 に QM11 ファラーンが対戦車ミサイルを装備。 BRDM-2 2 QM17 ファラーンが対戦車ミサイルを装備。BRDM-2 2 QM111 ファーゴット対戦車ミサイルを装備。T-62 の車台に 3M7 ドラコーン対戦車ミサイル15発を装備したミサイル戦車。密閉式戦解放等と T-62 譲りの厚い装甲により防御力が高かった。 オブエイクト430中戦車の車台に、QM15 台風運対戦車ミサイル15発を装備。試作のみ、ルービン対戦車ミサイルとバールチ対地ミサイルを発射可能なガンランチャーを装備する。対 NBC 防護機構や電子、制御式化機関製装置などを装備する、先進的な設計であったが、試作のみで終わった。イギリスクロムウェル巡航戦車の車台に20本ド砲を、 装備した対戦車自走砲。スコーピオン系戦車の車台にスイングファイア対戦車ミサイルを装備した対戦車ミサイル車両。トロージャン装甲兵員輸送車の車台にスイングファイア対戦車ミサイル14発を装備した対戦車ミサイル車両。フランス AMX-13T75 105mm 砲を装備した送輪装甲車。 a m x 1 3軽戦車に SS-11 追戦車ミサイルを装備した対戦車車両。WebC 走行車にエリックス対戦車ミサイルを装備。ドイツ 90mm 砲を装備した対戦車自走砲。低姿勢の固定式戦闘室に手法を装備という第二次対戦型逐戦車の特徴を受け継ぐ車両である。KJPZ は粉忍者グドパンザーの略称である。 KJPZ-4 から5の車台は、後の RJPZ-2 と、ヤグアルに流用された。SS-11 追戦車ミサイル14発を装備した、対戦車ミサイル車両。RJPZ は、レイクテンジャグドパンザーの略称である。RJPZ-2 の発展型。ホット対戦車ミサイル20発を装備したのが、ヤグアル1。 と対戦車ミサイル14発を装備したのが、ヤグアル2である。日本1 0 6ト、mm、ル無反動砲2門を装備した、対戦車自走砲。96式多目的誘導弾を運用可能な対戦車、大衆艇ミサイル車両。分隊による、都市搬送であった87式対戦車、誘導弾システムの後継。普通か中隊における、対戦車小隊で運用される。 イスラエルマガフゴの車体に新設計の砲塔を搭載し、砲塔内に12機のスパイク、ローズミサイルランチャーを搭載した自走対戦車ミサイル。イタリア対戦車戦闘などを想定して 105mm 砲を装備した重火力装輪装甲車。南アフリカ共和国南アフリカ共和国で開発された 105mm 砲を搭載した装輪戦闘車で、 火力支援や対戦車戦闘を想定している。整地速度は他国の 105mm 砲を搭載した総輪戦闘車と比べ軍を抜く時速 120km を出すことができる。ありがとうございます。